本日撮影日大寒波襲来の翌日です。寒波過ぎ去りしといえどもめちゃくちゃ寒いよ。そして私は今どこにいるかと言いますと、こちらですね。この光景、この景色見ただけでは分からないと思いますけれども、福岡県は北九州市にやってきました。なんと最近仲良くさせていただいている茅ヶ崎みなみちゃんが神奈川県から九州にですねバイクでやってくるということで、私もね夏に利用した東京九州フェリーに乗ってやってくるみたいでですね、で到着地点がここ北九州市の門司港になるんですよ。そんなねみなみちゃんが福岡に来るならばお出迎えするしかないでしょうということでやってまいりました。みなみちゃんがフェリーで門司港到着した夜吹雪いていたということで、まあ、全然南国ではありません。この時期に来るみなみちゃんやべえな。ちょっと真冬の九州ツーリングを考えている方はですね、本当に本州と変わらない超防寒装備でぜひお越しください。そして凍結にも気をつけてくださいね。山道の方は市街地海沿いなんかはまあ全然大丈夫ですけどね、まあバリ寒いっす。北九州市の中心街小倉にやってまいりました。新鮮ですね。なんか南ちゃんとの待ち合わせ場所にレッツゴー。さてそろそろ待ち合わせ場所ですね。天気悪いな、せっかくなんだけどな、ちょっと残念やね。じゃあみなみちゃんついてるかな。もう着きました。いやー久々や、久々ってかなんかめちゃめちゃ合ってる気がする。リアクション取ろうと思って準備してるやん。いらっしゃい、めっちゃ来たよ。いやマジか、めっちゃびっくりした。めっちゃ嬉しい。冗談で言ってたじゃん、白にだも帰ったおそろにしようよみたいな。マジで買うと思わんかった。えぐ、よかった、回しててカメラびっくり。よろしくお願いします。すげえ。びっくりしたよマジで。いやーすごい、よーしお待たせー。かっこいい、かっこいい、めっちゃかっこいい。白もいいね。いやいいよね。めちゃめちゃいい。自画自賛しちゃうよ。黒白で色違いでめちゃめちゃいいですね。めっちゃいいよ。だね、はい、これからですね、はい、九州は玄関口根刈公園というところに行きます。よーし行くぞ。行きましょう。そこがですね、本州につながっている観音大橋を眺めることができるスポットですね。お、はい、関門海峡も全部上から見下ろせるという展望スポットがありますので、そちらにご案内いたします。よーし楽しみ。お願いします。お願いします。九州の海楽しみだな。いやニダボかっこいいね、めっちゃかっこいいよ。みなみちもかっこいいぞ。おー今演奏するなった。不穏な音がしたわ。馬力あるけど2班だから、ハンクラあんま話しすぎるとね演奏しちゃうよね。するする、そう気をつけないと。ニダボちゃんで登場した時どうだった。めちゃめちゃびっくりしたよ。あ、本当に。よくさ試乗してたからさ。あ、そう結構
ね。なんか気に入ってるんかなと思って。あ、ほんと。いやでもレブルもね、うん、いいなって思ったんだけど、うん、やっぱ人生でね1回ぐらいこういうね、うん、スポーティーなやつ乗ってみたくって、うんうんうん、そうよね。そういいなって思って、ね、買っちゃったんだよ。そこでギラボを選んだあなた、センスがいい。いや、めっちゃ嬉しい言葉だ。顔がイケメンだもん。え、もう本当にかっこいいよね、うん、もうなんか撫でましたもん、ほらこう、こうね、ミラー越しにさ、うん、正面の姿が見えるからさ。あ、本当？うん、めっちゃいいよ。いや、嬉しいわ。ニダボ乗りに褒められるとは思ってなかった。ニダボミーティングとかも行けるしね、それで。あ、確かに。なんだ、うん、なんか全然そんな知らなかったな。羨ましいです。はい、みなみし、めっちゃ楽しい。急にあの上まで行く前に迷い込んで下の駐車場に止まっちゃったんだけど、ここはここで多分いい感じに橋が見えると思うから行ってみましょう。すごい楽しそうです。やっと九州来たって感じがするね。九州に来るまでなんかいろいろあったらしいんですけどね。大変な目にあるじゃん。ちょっとまだ聞いてないから後でゆっくり聞くね。あ、めっちゃ見えるじゃんここ。いいね。こちらが本州へつながる関門大橋でございます。あの対岸はもう下関で山口県ですね。あ、めちゃめちゃ近い。こう見ると本当に近い。近い近い。関門海峡。よりも橋短いね。そうね、そうなのよ。海が怖いね。確かに即渡り終わっちゃう、トンネルに入ると長いんだよね、この海中トンネル。下道、上は早いよね。ここもメカリ公園ですな。そうみたい。あ、この階段で上まで行けるっぽいけど、しんどいからバイクで行こう。ちゃんと駐車する気ない人たち。はい、じゃーん、橋の真下でございます。本当だったらあの上からですね眺め出たはずなんですよね。さよなら。まあまあ門司港から見ても海峡綺麗なんで。あ、じゃあそこにね、はい、門司港レトロにレッツゴー。行くぞ。いいよ、見て見て見て。あー、いい、かっこいい。橋めちゃくちゃいいじゃん、ここ。いいね。最高のツーリングや。九州来たな。上は残念でしたけどね。ねー。そんなわけで、早速、門司港レトロの方に向かっております。なんか結構ね、私も調べて、うん、あ、レトロな街並みがあって、ご飯美味しそうなのありそうみたいな。うんうん。行ってみたいなって思ってたんだよね。いいぞ。焼きカレーがね、定番みたいな感じ。あ、そうなんだ。そう、門司港の焼きカレー食べたくて食べたくて。あ、ほんと？ちょっと震えてた最近。やばい、食べたくて震える。そう、ちょうど食べたい頃だったんですよ。あ、ほんとに？よかった、めっちゃタイミングよかった。もうこっからだいぶ近いのですぐ着きます。はい、もうほんとここまで来るのに大変すぎてさ、うん、納車されて、うん、その日のうちにね、うん、まあ、ちょっとなんか動画なんか撮っちゃって、うん、よし富士山目指そうとか言って。すごいね。マジか。流し運転がてらね、うん、道し道行ったわけよ、うん、そしたらさ、この荷束ね、うん、故障して。故障？故障。マジ？マジで。このシフトペダルあるじゃん、うんうん、いなくなったのよね。どういうこと？シフトペダルのところについているネジがさ、うん、いなくて。そういうことある？いや、あるんだよ。すごいね。もうしょうがないからさ、うん、もう初日にね、でっかい呼んだよね、うん、そう、ネジが緩くて、うん、ダメだったってことね。あ、多分そう。あら、まあ、ネジが紛失みたいな感じで、もう初日からレッカーとかいうさ、もうなんかもうついていないにも程があるような現象が起きて、まあ、なかなかないよね。まあ、電車で帰ったよね。で、家帰ってバイク屋さんに行って、うん、取れちゃって
せて申し訳ありませんでしたみたいな感じで、で結局もう一回取りに行くみたいな、というね、ちょっとね大変なことが起きまして、もう九州へ行けないかと思ったんだけど、もう速攻で直してくれて、どうにかねここまでたどり着いたっていうね。いや、よかったよこれ、本当によかったよまあでもたどり着いたらね、たどり着いたでね、もう吹雪がね待ち受けてたというさ。いやマジそれ LINE で来てさ、動いてたって一言来てさ、そうでしょってなった。やばかったよ本当に。到着したよ、メトロ到着しました。ボサボサやな。私もだよ駐車するのにすごい苦戦したね。うん、うん、大変だった。ちょっとバイクに優しくないかもしれないこんな感じですよ、文字工。わレトロな建物とか、あと向こうの方ね、この港沿いにご飯屋さんとかお土産屋さんがいっぱい並んでるんで、散策行ってきます。ゴー。今通れるね、あの橋。あ、そっか、通れなくなる瞬間があるんだもんね。そう、あれが開くんですよ、羽橋。時間になると何時か分かんないけど、ちょっと渡ろう。海綺麗だね。綺麗？こう、そう、うん、横浜より高横浜どんだけ汚いそれ緑だね、ここなんて。そうだね、ちょっとね、下関の湾とか海峡じゃない側に行ったら綺麗なんよね、あの日本海側。へー、行ってみたい。綺麗なんですけど、じゃあやっぱね街の感じがあるんで。横浜横浜横浜じゃあ、わ、いい光景ですね。九州の港っぽい。すごいいい匂いがするよ、こっから。めっちゃお腹ついてる。じゃーん、かわいい。かわいいね、ミツバチ狩り。なんか有名っぽそうだったから来たカレー食べるぞ、イエーイ、レッツゴー。ガラス越しのミナミ私のこれ服が反射してるもん。みなみちゃんがなんか手ついてるみたいになってる、これ。焼きカレー到着。焼きカレー到着やで。どうですか。さっきからね、めちゃくちゃこれかけてますね、辛いやつ。辛党でした、みなみさん。やばそうじゃん、もう見た目がとにかく美味しい。みなみさん、いるね、なんかいるね。はい、ちょっと文字港に来たからにはですね、ちょっとこの人たちと写真を撮らないといけないんですね。なるほど絶妙文字港レトロバナナマン。はい、あ、いいね、いいね、九州旅行してんね。あ、やってるよ陣取りすぎじゃない。いいポジション、マジで全ての景色が収まってますよ、この中に。バナナ含め、バナナ含めはい、というわけで門司港満喫いたしました。いやー、美味しかったね。美味しかったね。カレーもあれ結構でも焼きカレー界の中でも新しい感じのやつやったよ、うん、初めて食べた。めっちゃ美味しかった。めっちゃ美味しかった、ね、またも膨れたということでですね、はい、まあ、本日のメインといっても過言ではございません。行くんか。はい、あの場所に今から向かいたいと思いますいや大丈夫かな、心配だな。あの場所のためにこの日にしたみたいなところある、ね、あるね、はいというわけで向かいたいと思います。行ってきます。